ワンピースキャラでホットケーキアートを作ってみたはい、どうもこんにちは、たかしです。今日も元気でいきましょうね。さあ、ホットケーキアート皆さんご存知でしょうか。こんなやつです。バン、これをワンピースでやっていきましょう。はいはい、それでいきましょう。お願いします。やりましょう。はい、久々の料理です、うん、私も参加です。いつも食ってるだけだもんな。そうです、確かにな。美味しくいただいて、まあ、美味しくなのか美味しいだろ言ってんだよ。いや、怒るタイプの人だプライドあるタイプの人だった料理に、まあ、やっていきましょう。はい、はい、多分、うん、テイさんは、うん、まあ、絵が独特なので、まあね、僕だから絵は僕やります、まあ、個性的って言ってもらっていいんだけど絵がすごい個性的なんで、うん、で、うん、料理はケイさんが絶対うまいから、例えば裏返しと か協力して作りましょう。なるほどね、はい、裏返し俺あんま得意じゃないよ、大丈夫。え、嘘、バシャってなって、いやいや、こんなことある、上にバシャはないでしょまあまあまあね、焼けてからじゃん。はい、はい、やっていきましょう。で、最初は、うん、やっぱルフィだな。ルフィの顔をちょっと頑張る。俺も別に絵はうまいわけじゃないから、まあまあやってみましょう。はい、じゃあ1枚目作りましょう。ーレッツクッキングスタート、ファイヤー。いや待って、これうまくできんのかマジで。とりあえず、あの、うわルフィだーまで行きたいよね。まあ、ほんとうまくいっちゃったら別のキャラも行きたいし。まあまあね、まあ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 、最近うちの息子をそうやって喋りだすけどまあ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 って言うからびっくりした、なんかその情報仕入れてんのかとか。まあまあまあ、なんとかなるよ。もういい、いいんじゃない。一回布巾に置きます。ちょっと冷ますんだって。弱火でいきます。うわちょっと緊張すんなこれ。で、左右反転だよね。そう、裏返すから左右反転なんですよ。そこは俺も本当にそんなこともない。そう、あっしさっきジューってやったんだからそれ熱いでしょ、その布巾。でも普通に触ってる。あ、でも寝るから大丈夫だ。いや、左右反転とかできないな。いや、難しいよ。意味わかんない。言ってる意味は、いや、意味はわかるだろ左右反転の意味わかるだろ。やってみて。え、ちょっと待って、じゃあルフィの傷やだから本来であればルフィの、左目の下にあるんだけど、うん、逆で描くってことだよね。やってみて。まず黒目から。はい、どうぞ。黒目からいきます。はい、で、目の周りをちょっと描きます。本当にこれでいい。うわ、なんかさ、こんなに膨らむの、これすんげえ膨らむタイプじゃん、この、これホットケーキミックス。はぁ、なんか難しいよ。ほんで、あと帽子だね。ああ、やっちゃった。あ、やばいやばいやばい。目も焼かなきゃいけないのに浮いてきちゃってる。難しい、これ膨らむからさ。膨らんじゃダメなんですか。膨らむと、だからその線が変わっちゃうんだよね、なんか。あ、じゃあそこを計算するってこと。そう、そう、むっちゃむずいこれ。なるほどね。だから線が重ならないようにしなきゃいけないんだな。そうそうそう、勉強になったぞ。もういける、いきます。へー、それでいいんだ、すごい。これでで完成なんだ。3分ほど焼き、表面にプツプツと泡が出てきたら裏返す。もう出てるよ。もういいんじゃない、まだ。もういっちゃう、まだかな、いっちゃうか。マジで、まだでしょ。3分経ってねえよ。3分、じゃあその間ちょっとなんか、じゃあ喋ってたんじゃない、やっぱやっぱ何を喋んの。例えばなんかこうルフィについて語るとかさ。ルフィについて語る、いるそれみんな多分早くこれ見たいよね俺のトーク別にいいよね、ここを早く、出来は気になるから、早く、そんなんいいから早く見て。3分だから普通の料理番組って省略するじゃん、うん、どうしても、うん、うちは違うんですよ、実寸で。じゃあ行くよ。ちょっと、いや、こわい。あ、いや、まだじゃない、まだまだね。あ、いけんじゃん、裏返せるっしょ。おおお、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。あ、緊張する、緊張する。いくよ、はいよ。ふいいや、こわあ、でも、いや、でもすごいじゃん、すごくない。初めてにしてはさ、すごい、やりたいことは分かってるよね、うん、多分だから、あの、膨らん、さっきなんで膨らんだの言ってたかっていうと、うん、膨らんじゃったことによって目が沈んじゃったのよ。そう、膨らんじゃって犠牲になっちゃって。すごいじゃん。でもルフィだってわかるね。すごいすごい、初めてにしてもすごいよ。あ、いいじゃん、すごいすごいすごい。じゃあ1枚目、はい、うわ、完成でーす。ちょっとこれすごい、目がなー、あれだったけど、でも分かってきた、コツが分かったわ。分かった、コツが分かってきた。もう一回やりましょうか。誰サトリカサンジってなってます。いやいや、じゃあサンジ、サトリカサンジだったらもうサンジよ2年後サンジで描きたいから、これ逆で描かなきゃいけないんだよね。なるほど。で、眉毛の向きはしっかり。難しいな。まあ行ってみてよ、ほら、うん、行ってみて、行ってみて。いや、適当だなこっから休みですみたいな感じになってこっからこれ、これ大事、これ濡らしていっぱい、うん、これ、まあ、これもう結構濡らして。はい、じゃあ2枚目、サンジスタート、いきます。あー、むずい、サンジ
二重がむずい。よし、で、一回冷やします。お、出た殿下の宝刀。殿下の宝刀。これまだ誰もやってないんじゃない？そう、これまだ誰もやってない。いや、やってる。技術的には、ね、やってるよ。新発明だ。いや、やってるやってる、うん、やってる人のを見て俺やってんだから。で、じゃあ今これ線がね、はい、3時の線がとりあえずできたんで、はい、こっからですよ。ちょっと髪色をね、ちょっとさっきと変えます。よし、今髪を塗りました、うん、おお、うん、なんなのこの、その拍手。いや、ここ顔どう含めるかなんだよな、これマジで。慎重に慎重に上から落とすかのように。お、ラストスパート。よし、とりあえず今ね、あ、引き出すもん。まだまだまだ、ここから火入れます。はい、もういいんじゃん、行ってみる。行ってみて、いける。うわ、緊張するな俺も。あ、いけるいけるいける。しっかり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 、あ、いいよいいよ。あ、すごいすごいすごい、うまい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 。いいよ、待って待って、緊張する、ちょっと待って、はい、ちょっと、はいはい。あー、眉毛が浮いた。あ、でも、あ、意外とできた。眉毛が浮いちゃったよ。悔しい。わ、でも3時ってわかるね。おお、眉毛浮いちゃった。窓みたいな。どこどこどこが目、え、どこに、え、わかんねえよ。俺には見えねえ。じゃあそこが大失敗ですね。確かに、計算にわかんないかった、うん、計算にわかんないってことはダメです。ここが目だと思ったわ。それ目の下ですよ。そうそうそう、え、まあでもここだけでわかるけどね、3時っていうのは。うん、3時ってわかるね。うん、あー、よかったよかった。はい、3時、裏面も焼いて完成。はい、一応わかるね。ちょっと眉毛のとこ、目のとこ浮いちゃったのがちょっと悔やまれるね。はい、はい、重なりました。いいじゃん、重なりました。いい、じゃあラストもう一枚、ちょっと余ってるから、ちょっと足んなくなるかもしんない。次、チョッパーでいきましょう。はい、このお目目だね、大事なのがね。そう、目だけなんとかないもん、チョッパーね。はい、じゃあラスト、はい、チョッパーいきます。はーい、絶対成功させる。よいしょ、じゃあピンクをちょっと濃いめでやってみようかな。見てる人もぜひ一緒に応援盛り上げてください。いけいけいけよ、いけいけいけよ、いけいけいけよ、やばいな、いかれてんもんな。ちょっと早いバージョンでいきたいと思います。何早いバージョンって。いきます、いけいけいけよ、いけいけいけよ、いけいけいけよよー。ちょっと違うし、終わり方。頭おかしいな。今じゃあピンクと青の部分塗り終わりました。すごい、じゃあラストだ。どうすんだこれ。よし、これで一旦ちょっと焼き入れをしまして、よし、そしたらあとは普通の部分埋めていきます。埋めてよ。あー、今埋めた。よし、焼きます、ラスト。いや、最後ね、もうね、分かっちゃった、こう浮いたのがもう分かっちゃった、やっててラスト頼むぜ。よし、行こう。いける、ケイさん、いける？はい。うわ、楽しみだな。ケイさん頼む。あ、うまいうまいうまい。いや、だいぶこびりついてるよ。え、大丈夫これ？いや、厳いな。うすうす。頑張れ。もう、あ、痛い痛い痛い。オッケーオッケー。オッケーオッケー。ラストラスト。いや、いこう。おお。わ、すごい。よかったよかった。うまい。あ、思ったよりうまくできたわ。あ、やったやったやった。すごいすごい、あ、チョッパーってわかるね。あー、あー、よかった。割とちゃんと線の太さとかもね、均一に描けるようになって、最後ちょっとまだまだだけど。
やりましたはい、というわけでワンピースのホットケーキアート挑戦してみました。できた。頑張りました。うん、ちょっともうちょっと上手くなりたいです。もうちょっとだけ牛乳足したい、うん、あとホットプレートでやってみたい、うん、であとこれがもうちょっと出やすいのとか欲しいとか、課題はいっぱいありました。はい、そんな感じでした。今日も見てくれてありがとう。先生、チャンネル登録、動画お願いします。明日の楽しみもまたね。楽しかった。だからお願いお願いします。チャンネル